はい、どうもこんにちは。タイトルの通りなんですけれども、まあまあ iPhone X ですね。まあ新しい iPhone とか手に入れると、まあ大体こういう動画ってあるじゃないですか。うん。まああの落としたとかね、落として割った、購入して何時間後とか落としてすぐとか、まあいろいろあると思うんですけれども、まあ僕の場合はまあ1週間ぐらいですか。今日に、30日なんで1週間ちょっとですね。9日ぐらいですか。まあガラスが割れたというのは本当です。うん、まあちょっとタイトルに偽りありというか、まああの正確に言うとガラスが割れたというよりも、まあガラスフィルムが割れたんですけどね。はい。うん。まあどんな感じかっていうとこんな感じです。わかるかな。ここです。まあ多分ガラスだけ、表面のガラスフィルムだけなんですよ。はい、というので、まあ貼り直せばね治ることなんですけど、まあ、ちょっとね墨の方だったっていうのがあのいやらしいところですよね。 あんまり邪魔にならないし触りもしないところだったんで、急にこう貼り替えないといけないかっていうとそんなでもないんですけど、まあまあ今回ねガラスフィルム、まあ、2枚組の買ってあったんですよ。2枚組買ってあったんで、この中にもう1枚あるんですよね。じゃんと、うん、こんな感じにもう一枚あるんで、まあ、こっちを貼っていこうかなと思います。でこのフィルムね悪くなかったんですけど、ここのねセンサーの部分ってすごい気に入ってるんですよ、うん、ここすごい気に入ってるんですけど、ちょっと縁が引っかかるっていうんですか、綺麗にこう縁が落ちきれてないんですよね。ちょっと指で引っかかる感じがちょっとするんで、そこだけ難点かなと、うん、まあまあしばらく待ってたらまたいいガラスフィルムって出てくるんで、うん、まあ、今回ね2枚セットのガラスフィルム買ってあったんで非常に良かったですね、うん、まあこういうこともあるんで皆さんもねガラスフィルムは2枚組買っといた方が絶対いいです、うん、で iPhone XS だったら今まで の iPhone X のガラスフィルム余ってたら多分使い回し効くんですよ。センサーの位置もほぼ変わってなくて使い回し効くんだと思うんですけど、まあ、今回はね買ったのは 6.5 インチの iPhone XS Max だったので、フィルムサイズが大きくなるんですよね、どうしても、うん、なので新しいフィルムを買わなくちゃいけないってことになりました、うん、まあ皆さんもねせっかく新しく買って貼り直して、まあ、ガラスフィルム貼って大事に使ってるんであれば、できるだけ落とさずにやってって、うん、落とさずに使えたらいいと思います、今回ねちょっとなんてことはないんですけど、こうパタンって前に倒れてきたんですよね、テーブルの上で、うん、そしたらちょうどお皿の縁に当たっちゃって、でまあ当たりどころが悪かったんですね、うん、でちょっと欠けちゃいました。どうしても薄型のガラスフィルムはこういうような感じで弱いんですよね。まあこれも致し方ないんですけどね、構造上致し方ないんですけど、まあ貼り直せば治ることなんで良かったです。というわけで、今回はですね、まあガラスが割れたというか、残念ながらガラスが割れたんじゃなくてガラスフィルムが割れたっていう内容の動画でした。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。気になるよね。